市立川西病院ですね。でこれが民営化されて、なおかつ規制だというところに移転するという動きが急に出てきました。でこれがどういう経過でそうなっているのかとか、どういう問題が、ね、含まれているのか、特に能勢町のお住まいの方にとっては、これはこう川西の問題というふうに捉えていいのか、それとも能勢町としても、ね、考えないといけない問題なのかということについて、今日ご一緒に考えたいなというふうに思っています。で川西病院は、まあ、利用されている方はよく来るんですが、まあ、内科、外科、小児科、産婦人科などですね、必要な医療診療科目が揃っている総合病院です。ですからちょっとまあ体のことで、健康のことで、心配な点があれば、基本的には監視病院に行けば、ね、この必要な治療が受けられるという病院 でこの地理的にもですね、この能勢町から非常に近いところにあります。で電車でも車でもこの便利ということで、川西病院は毎日450人の方が外来で、利用されています。年間では5000人以上の方がですね入院していると。で特にご高齢の方にとってはですね、病院が、この総合的な科目を揃えた病院で一番望ましいのは、能勢町の中にね、まあ、町立病院があれば一番いいわけですが、町立病院がない場合は、その能勢町に一番近いところで、この高齢になった方がいつでも利用できる、必要な場合は入院ができるという病院が必要だということですね。で川西市民病院は、これは第3回目のまあ、チラシなんですが、川西病院祭りというのをやってまして、3000人ぐらいだと思いますけど、この祭りにこの病院の周辺の、ね、方とか患者さんがこの祭りに参加されて、市民に親しまれるという取り組みも川西病院は、この取り組んでいました。という病院だったんですね。でところが平成26年度の決算で、赤字が、大きくなったと、いうことでですね、急にこれはその病院の健全化を目指さなければいけないと、いう動きになったんです。で昨年ですね、実は昨年の3月、川西の市議会では、その川西病院経営健全化計画というのを全会派一致で、その健全化計画を承認したんです。でその健全化計画というのは、川西病院は今あるところで引き続き病院職員が一丸となって、でその市民の協力も得てね、その病院を、もっとこの使いやすいものにして、経営的にも、その収益がこの上がるような取り組みをしましょうという内容だったんです。だから今ある病院をそのままですね、そのままで、この良くしていくために頑張りましょうということを全会派一致で決めたというのが去年の3月議会です。でところがなんとですね、それからわずか半年後に、この前見ていただいているような、川西病院事業経営改革審議会というのが、設置されてですね、川西病院の経営の改革、経営がですね、議会でみんながこの作ったような経営健全化計画では、まあ、経営は良くならないということをこの審議会で一方的にこう断定したんですね。